リサ。まあアリサ。もう食べられないよ。寝ぼけてないで早く起きて、ちょっと大変なことになってるんだから。は。あれここはどこだ？それがわかんないの。私も目が覚めたらここにいて、確か動物園でサボ仕事してたはずなんだけど。サボってたのね。えへへ。まあ。私もハムちゃんとデートお散歩してたんだけど、それサボってるよね。そういえばあの時何かあったような。ねえサボってたよね。確か私はいつも通り朝と昼と夜のおやつを作ってたんだ。え、食べ過ぎじゃない？あと3時のおやつも。だから食べ過ぎじゃない？ふふ、すごいだろ。褒めてないんだよな。その後はまあ作ったデザートをカフェスペースで食べながらハムちゃんを見つめてたんだよな。あー今日もハムちゃん可愛いな。はあ、デザートは美味しいしハムちゃんは可愛いし今日も最高だな。え、今なんか、悪いこと考えてそうなもの落ちてきた？しかもなんか光り出したんだけど、やだやだなんなのー。ってことがあったんだけど、あの時のハムちゃん可愛かったなー。というかもしかして、あの爆弾みたいなのが原因か？絶対それが原因だよね。あとデザート食べるなら誘ってよー。もしかして、あの爆弾のせいで私たち、異世界に転生した？え、それって死んじゃったってこと？まあそこは気にしてもしょうがないか。いや一番そこ重要だよね。わからないことは考えても仕方ないからな。それよりテストの確認だ。おお、ボーナステストに書き、だと？これはもしかすると、料理が豊富で美味しい世界なんじゃないか？え、美味しいものたくさん食べれるってこと？そういうこと。こうしちゃいられない。早く冒険に出かけようよ。まあそう慌てるな。出発前にスポーン1の目印をつけとかないとな。よし、これでオッケー。こうして、無事転生した霊夢とマリサは、美味しい食材と危険がたくさんある異世界で、新たな冒険に旅立つのでした。危険が、たくさん。尺をしてるので巻きでお願いします。あ、どうもすみません。そのまままっすぐ進んでいくと、少し先に小さな村を見つけました。果たして霊夢とマリサは、どんな美味しい料理に出会えるのか。とりあえず、あの村に向かってみるか、何か情報が得られるかもしれないし。どうしたの？いや、ここに生えてる草なんだけど、普通の草と見た目違うなって。ほんとだ、言われてみたら違うような。雑草から、レタスだと？他にも野菜拾ってるね。レタス以外に、玉ねぎ、小麦、大麦、きゅうりが取れたな。え、この世界すごすぎない？まさか料理に必要な材料がこんなところに生えてるなんて。この世界はイージー確定。フラグじゃないよね？わかってないな。フラグは立ててこそ意味がある。あーやだな。近場でこんなに食材が取れるんだ。ずっとこの村で美味しい料理が食べれるに違いない。白旗ー。こんにちは。どうもこんにちは。あの、この村おすすめの料理食べたいんですけど。え、料理、ですか？そんなものこの村にありませんけど。え、どういうこと？まあ詳しくは村長とお話ししてみてください。やっぱりこの世界おかしくない？いやこの世界はイージーなはず。もうフラグ立てないで。なるほどなるほど、目が覚めたらこの世界にいたと。そうです。つまりあなたはこの世界を救う聖女様ですね。え、いや違うんですけど。その通りです。おい、あ、申し遅れました。私、村長の村長助と言います。もうそれ村長呼びでいいか？長助って呼んで。村長さん。長助です。長助さん、この村では普段どんなご飯を食べてるんだ？別に他の村と同じだと思いますが、あ、ちょうど今持ってるので食べますか？え、どうぞお食べください。このまま食べろって？え、これだけ？いつもこれだけ食べてるの？はい、その通りです。小麦があるならパン作ればいいのに。パンですか？確か風の噂によると異国の地で食べれるものらしいですね。いや今の小麦から作るんだが。え、嘘でしょ？というかパンにこだわらなくても村の周りにたくさん食材生えてるよね。そうなんですか？そうなんですよ。なのになんで小麦しか食べないんだ？どうして食材を集めに行かないのか、ですって。随分野暮なことを聞くんですね。野暮？そんな体力ありそうに見えますか？ごめん私が間違ってた。いやほんと近場なんだよな。ということで聖女様。だから聖女じゃないんだって。どうか、どうか私たちにパンをください。もっと美味しいのあると思うけど。まあ村長がそこまで言うなら。長助です。譲らないな。でも私にも準備が必要だからな。とりあえず1日は待っててくれ。わかりました。美味しいパン楽しみに待ってますね。まさか食に疎い世界だったとは、びっくりだな。これでマリサがすごい料理作ったら本当に聖女様扱いされちゃいそうだね。すでにされてるんだけどな。まあとりあえず畑の収穫からするか。泥棒は良くないですよ聖女様。種は植えていくからセーフ。めちゃくちゃだな。そういえばさっき確認したんだけど、この世界じゃ小麦3つでパンが作れないらしい。あ、そうなんだ。きっと小麦粉から作らないとなんだろうな。だからみんなパン食べたことなかったのか。パンは異国の食べ物。
お、マグマだ。風の噂で聞いたんだけど、この世界には温度の概念があるらしいよ。なるほど、マグマに近づいたらハートも燃えてるな。お、この実取れるのか？あ、壊しちゃった。でも何か起きたね。あ、ほんとだ。これはオリーブか。オイルになるのかな？ただクラフトするだけじゃダメみたいだな。まあ必要になるだろうから回収しておこう。それにしても特に何もないな。どうせならすごい世界に行ってみたかった。これも風の噂だけど。大いな風の噂。陸地のない双子島や動物が全然いない無人島で過ごす世界線もあったとか。やっぱり普通が一番だよな。うん、私もそう思う。よし、これでベッドは作れるようになった。お腹空いたし早くご飯作りたいね。それはそうだが、ご飯の前に仮でも拠点を作らないと。手持ちがだいぶ圧迫してきてるんだよな。まあでも建材もないから、とりあえず今日は野宿でいいか。聖女様が野宿？いや聖女じゃないから。野宿はなんか嫌だな。え、じゃあここに崖もあるし、穴でも掘ってひとまず洞窟で過ごすか。うん、そうしよう。洞窟住居って建築しなくていいから楽だよな。ちゃんと家も建ててね。まあ、建材が、集まったらね。洞窟が本拠点になる未来が見える。ひとまずそれは置いといて、石が欲しいから洞窟探検に出発だ。まずい、お腹が空いてるのに食料がないぞ。オリーブってそのまま食べれるか？いや、オリーブの実は強烈に渋いらしいよ。回復量も渋かった。顔をしかめるほどの渋みらしいからね。まあ、空腹よりはマシか。お腹空いたんですけど。まずいな、動画始まってまだ何も料理作れて。いや、ちょっと待って。ハリちゃんがいるんだが。なんだってー、あれでも全然動かないね。もしかしてこれ寝てる？ハリちゃんって寝るの？いやわかんないけど。でも言われてみたら目が開いてないような。あ、これ完全に寝てますね。もしかして夜行性だからか。マリサエサは卵だろ。まだ持ってない。クソ、まさかこの世界でも会えるなんて。は、まさか、まさかハムちゃんも。ありえるね。こうしちゃいられない。早く拠点作っていろいろ揃えないと。まあとりあえずご飯が食べたいけど。ということで探索前決めたここに仮拠点作るぞ。結構日も暮れてきたから急がないと。まあ洞窟型仮拠点だからパパッと中くり抜くだけなんだけどね。結局今日はご飯抜きか。オリーブの実食べただろ。いやあれはご飯とは言わないよね。まあまあ拠点ができたら美味しいもの食べれるから。おはようございます。朝ご飯まだ？まあご飯の前に完成した仮拠点の紹介だ。全体像はこんな感じ。ザ、洞窟拠点だね。まあ多少のこだわりもあるから紹介していくぞ。中はこんな感じ。まだ木材が足りなくて壁が石のままだけど、その分岐がアクセントになってるぞ。窓側のベッドが良かったな。まあそれは建築者の特権だな。ここからの景色を見ながら食べるオリーブ、最高だろ。オリーブは嫌だ。あと川が手に入ったからバックパックも作ったぞ。まあまだ内容量は少ないんだけどね。いいね。さあ、いよいよお待ちかねの。やった、ご飯だよね。ご飯を作るために釣りをします。ああまだだった。まあまあ、私釣りうまいから大丈夫。いやマイクラの釣りってちゃんと見てたらほぼ釣れるよ。まあ私がうまいのは釣ることじゃなくて、レア引きの強運の方なんだけどね。私普通の鮭でいいんだけど。それじゃ作業開始。あーお腹すいた。すぐ釣り上げるからさ。はい、まず1匹目。記念すべき1匹目は、鯉か。鯉って食べれるの？いやーやっぱ釣りは楽しいな。楽しんでるところ悪いんだけどさ、風の噂だとタモアミっていうのでも魚取れるらしいよ。また風の噂か。それ釣り竿より有能なのか？せっかくだし試してみようよ。まあ霊夢がそこまで言うならやってみるか。で、必要な材料は？特別なものはないよ。枝が3つと、糸が4つあればできるかな。あ、なんかごめん。糸が、と、思うじゃん。え？この世界には、野源という便利なアイテムがあってだな。この野源を使って羊毛をすりつぶすと。すりつぶすと？なんと糸ができちゃいます。え、すごい。これで問題なくタモ網が作れるぞ。じゃあ私謝り損だな。まあ細かいことは気にしないで、早速タモ網使ってみるぞ。え？
イヤ病でなんか釣れたんだけど、しかも魚じゃなくてエビだった。すごすぎー。おい、なんだこれ、釣り竿より速くて楽でとっても優秀じゃないか。あれ、なんか釣れなくなっちゃったね。もしかして同じ場所だからか。でもどうやら魚以外のアイテムも取れるっぽいし、有能なのは変わりないな。うんうん。よし、とりあえずこのタモ網が壊れるまで使おう。あの、私たちのご飯は？そんなの後回しだ。もうお腹ペコペコなんだけど、マリサー。うおー。いやー燃え尽きた。お腹、すいた。今から調理するからね。まあ今回作るのは簡単だから、料理って言えるものじゃないんだけどね。おお、釣れたて魚の串だ。やった美味しそう。もう一つの串は肉にします。うん、そっちも私の？いやこれは私の。マリサだけずるくない？あとはかまどで火を起こして、かまどの近くに串を設置。地面にちゃんと刺さってる。それになんか焼けてるっぽい。そう、あとは焼けるまで待つだけ。はい焼けました。新曲がモンハンかな？あともう一品ってことでサラダ作るぞ。ねえ飲み物は？今日はなしだ。このメニューで？文句は後だ。ご飯できたから早速食べよう。今日のメニューはポテトサラダと串焼きだ。私は魚でマリサは肉だけどね。あといつの間に卵茹でたの？それは企業秘密だ。いやー、景色もいいし、出来たての料理は美味しい。最高だな。今度は飲み物もちゃんと作ってよね。わかったわかった。ちゃんと材料揃えて作るから。あれ、そういえば、何か作らないといけなかったような。あー、それ長介さん用のパンじゃない？あ、忘れてた。そうだ村長のパンだ。長介ね。まあ。それは明日でもいっか。とんでもない聖女様だな。だから聖女様じゃないんだよな。